こんにちは。どうも。こんにちは。告知するとさ、いろんな人見に来るから。私のルームをフォローしてくれて、通知が来たから見に来たよって私はいいかなと思い、どうも。今日はね、友達が家に来てて、なんかね、変な感覚。今日みんなおしゃべり会なんでしょ今日おしゃべり会みんなしてるのに、私は家で悠々と友達と遊んでました。友達が家来てくれて遊んでました。なんかみんなの予定知らなすぎてさ、なんか今日もみんなおしゃべり会やってること知らずに普通に過ごしてたら、ツイッターでみんながインスタとかおしゃべり会してるのを知って、あ、みんなおしゃべり会なんだって思って。そう、アスタありがとうございます。そうなんですよ、それで知りましたね。こんにちは。久しぶりに、そう、この前遊んだ友達なんだけど、この前遊んだ友達が家に来てくれました。昨日ね、ショールームできなくてね、ごめんなさい、ね、卒業まで毎日配信するって言ったんですけど、きっと昨日できなくて、まあほぼね、毎日やろうっていう気持ちが大事ですね。でも卒業までって言ってもさ、いつ卒業できるか分からないから、私は目標がなく、ただただ毎日やってみてるんだけどね、なんか目標がないのが一番辛いんですよね。うん、でもね、なんかまあ分かんないけど、8月中にはやるかも、やると思うんですけど、なんかさ、あの昨日夜とかにね、あのいっぱい連絡が来て、卒業公演のことに関してね、こういうのどうする、こういうのどうするみたいな、そう私のマネージャーさんとかね、そうとかの連絡とか、まあこの日にこれやろうみたいな、そのとかね、なんか決まっていくほど、なんかどんどん不安になっちゃってな不安っていうか、僕は何で不安なのかも分かんないし、何が不安なのかも分からないんだけど、なんか決まっていくたびに、なんか不安なんだけど、何が不安か分からなくて、なんかね、寝れなかったんだよね昨日。寝たんだけど、昨日めっちゃ早く布団行ったんだけど、なんか寝れなくて、そう、なんか何が不安なのかも分かんないし、私何を悩んでるんだろうって思うぐらいなんだけど、なんかね、その卒業公演のことが進んでいくにつれて、何か不安になってるんですよ。でも何か分かんないんですよね。そう、でなんか昨日自分が何考えてるのか分かんない、初めての感覚でしたね昨日。
何やってんだろうって思いながらぼーっとしてた、夜寝る前でも何が不安なんじゃって思ったけど、スケジュール後のことはね、何も不安じゃないんですよね、実は。そう、いろんな、なんかいろんな、私マジ周りの人にめちゃめちゃ恵まれてる自信だけはあって、だからちょっと周りの人とかもね、力を借りながらできそうなので、なんか、ね、それは全然不安じゃないんですよね。本当に私周りの人に恵まれすぎててね、すごい、なんかやっぱり人間関係で大事にしとくもんだなって最近思いますね。そう、でもやっぱみんな卒業した後の友達とかね、知り合いの人とか、 LINE 持ってる知り合いの人とかに卒業した後のことがなんか分かんない、不安なのか、私は全然不安じゃないんだけど、何するのって卒業したら、もしよかったらうち来るみたい、うち来てこれするとかそういろんな人がね言ってくれてね、本当に私恵まれてんなって思いました、ね、本当にそう思います。恵まれすぎてる。みんな心配してくれたんだよね。そう、卒業発表するしてから結構いろんな知り合いの方が心配してくれました何が心配なんだろうって思ったけどね、私は。卒業して何するのみたいな。そう、でも私卒業発表はなんか、まあ、発表だから全然だったのか分かんないけど、卒業発表の前の日に私東京で友達と遊んでましたからねそうで、発表する日に帰ってきてそのまま発表しましたから、ショールームでそう、発表はね全然だったんだよね、実は。まあいざ発表するよってなったぐらいの時からやばいどうしようみたいな感じにはなったけど、発表の発表の前の日に東京で友達と遊んで、でその人の家に泊まって、で遊んで帰ってきてその日に発表してますよ、確か。わかんない、確かそうだった気がするすごいでしょ、すごい余裕だね今考えると。何やってんだって感じ。なんか一緒に発表をきたちっちゃいもんメンバーはさ、もうみんな知ってたからっていうのもあるかもね、その場にいるみんなが知ってるっていうのが、そんなね、なんか大事じゃないって思ってたのねみんなからしたら知らなかったから大事かもしれないけどね、すごいね今考えたら。その人と遊んでて、その人にも言ってなくて、その人っていうかその子にもスキル発表するみたいなことを言ってなくて、でなんかご飯食べてる時に、あ、そういえば私明日卒業発表なんだよねって言って、え、そうなのってなったんだよね、確か。そう、4月までなんだって言っていや、びっくりだよねその人、えってなるよね。私もそんなこと友達に言われたらびっくりするわいや私からしたらもうさ決まってたから、その日にって友達に言ってなかったなと。さっき発表すんだよねって言ったな。そんなラフなことある
病でみたいびっくりだなそりゃ。こんにちは。どう感じたんだろうね。こんにちは。今日は6時半前ぐらいまでやるかな。ね、スケジュール公演ね。いやみんなもねそわそわしてるよね。いつになるのかみたいな。だってそこの日だったらいけないよみたいな日もあるじゃないですか。ありがとうございます。私もそわそわしてますけども、まあ頑張りましょうって感じです。だだだ、確かに。まず次にツーショット会がありますね。いつ？もうすぐだった気がする。私もうさ予定も入れてなくてさ、いつあるんだっけ。14か。マジでメンバーに会ってなさすぎる。今月1回も会ってないメンバーに。あれあったっけ。この前ね友達と遊んでたらねメンバーに会ったんだよね。あ、ツーショット14日か。あ、まずはそれですね。メンバーだから多分メンバーのことプライベートでもね分かるんだよね。あ、この子だみたいな、いろんな服装とか雰囲気で。だからめっちゃメンバー見つけちゃう。メンバーになってからメンバーを見つけることがめっちゃ多い。そりゃそうか。そう、なんかわかるんだよね割と。メンバーだからかな、その普段見てたりするから。なんか歩き方とかでわかるんですよね。そう、なんかだいぶ前に私一人で歩いてて、で青と誰かが一緒にその時いたんだけど、めっちゃ一直線の道で青が遠くに行って、でも青の歩き方ですぐ青だって分かって、で、あ、絶対あれ青だって思ってやっぱ近づいてみたら青で。そう、歩き方でとかでめっちゃ分かっちゃう。ファンの方は見つけちゃダメですよ。見つけちゃうのはしょうがないか。メンバーとによく会います。マシモトよく、これ結構マシラジとかでも話したけど、マシモトねめっちゃ合うんだよね普段。そう、なんかマシラジ出てその時に普段めっちゃ合うみたいな。そう、なんかみんながいるところとかならまだわかるんだけど、
全然人気のない細い道とかでも会ったことあって、えここって人通るのみたいな、人通るけどここでみたいなことがあって、でその町出し出た後も一回どっかで会って、え待ってやばいねみたいな、あそうだバンダイのなんかのお店で、なんかお店の中は広いんだけど、でも本当になんかあんま行かないようなコアなところ、そのお店の店内の中でもそこまで深く入らないだろうみたいな売り場のところでマシモトあって、えみたいな、でこれはやばいみたいな、だって普通の人多分ここまで見ないよねみたいな、ほんと角っこの奥の方で、あんま人いないの、確かにそのお店の中はすごい人がいっぱいいるんだけど、その売り場ってあんま人がいなくて、いつもでも私結構好きだから行くんだけど、来たらそこにマシモがいて、なんかもうびっくりしすぎてまた会ったみたいな、あマシモみたいな、普通メンバーだったあーみたいなみたいな感じなんだけど、マシモと目が合った瞬間えってお互いなんかあーじゃなくてえってなってやばくないみたいな感じだった、ね、普通のメンバーの出会い方じゃなくてえってなって、まずお互い目を合わせてまた会ったよみたいな、そうびっくりした、さすがにやばいねってなって、さすがにやばいじゃん、どんだけ会うみたいなそう、え何のお店かはちょっと私は言っていいけど、ちょっと言いたくないかもしれないけど、私はどっち言ってもいいんだけどさ、多分言ってもいいと思うけど、でもねその売り場の結構奥の方だったんだよね、そう、なんでだろうね、何買いに来たんだろうね、私も何買いに行ったんだろう、あそこに、まあ、家具系ですね、家具系のところを見てた、マシュマがいて、って待って待ってってなりました、お腹すいた、こんばんは、何を喋ろうか迷い中、アリフトありがとうございます、あ、そっか、みんなおしゃべり会行ってんのか、多分今そうだね、みんなおしゃべり会か、じゃあ絶賛おしゃべり会中なのか、なるほどね、いやーなんかねちょっと悲しくなった、あのさっき2期の2期だったかなんかどっかのグループラインにみんなで、あの今日浴衣のメンバーがいっぱいいるのかな、の浴衣メンバーみんなで写真撮った写真が送られてきて、あみんな今集まってるんだみたいな私以外みんな集まってるんだって思って、なんか辞めてないのにみんなの仕事をみんながやってるところにいないっていうのがねめっちゃ変な感覚、なんか卒業してたら別になんだけど、卒業してないのにみんなと写真撮れないっていうね、なんかめっちゃ変な感覚でいいなって思いながら、私も写真だけ撮りに行こうかな浴衣着て、濃厚喋り会私もね一回やったよね、だいぶ前に最後の濃厚喋り会着て長かったね、でも確かに1枚なんか1枚の人でも結構長く喋れた気がした、1枚何秒か分かんないけど、
だからこうシングルの時みたいにいっぱい一回で来てくれる方とかは本当にねいっぱい喋りましたね。そう1枚の秒数がすごい長いから、そうあそう7月10日かな、だいぶ前にやりました。あれもオンライン最後って思ったらまさかのポンコツとオーサムの振り替えがあるらしく、それが本当の私の中ではオンライン最後かな。振り替えがある方、あれ振り替えも14だっけ、振り替えのオンライン、そうだよね。それちょっとどんな感じなんだろうね、クーラーないでしょ、だってさすがに倒れるよね、誰かクーラーがなかったら。扇風機持ってこう。ハート作るの許してくれる？全然ハートはいいよ。王道ポーズ結構あれなんかさ、なんでもないや。失業したらメンバーに内緒でおしゃべりくれ参加します。そんな資産私にはないです。レモンだけとか言ってみようか。ちょっとだね。やばいな。もう9セットか。え？今日何曜日だっけ？水曜日とか？木曜日とかかな？水曜日とかかな？あ、木曜日だ。木曜日か。え、でおしゃべり会が？あ、じゃあ2セットが？今日何日？11とか？今日11だっけ？あ、14、あれ？あれ違う、14、あ、今日11でしょ。やば、もうツーショットじゃん、ほぼ。ということで今爪を剥いでいます。剥いでる、剥げちゃったんだよね、爪が。11か、あ、14か、14ですね。わかりました。休暇テラピーは私服ですね。なんかドレスで行こうと思ったんだけど、出場公演がまさかの後になった。私服です。ちょっとの時グッズ販売ないんじゃない？多分だけど、わかんない。あることってあるの？逆にそうドレスの予定だったんだよね。でもすごい、卒業コインより先にドレスを着るのは違うなって思って、それ絶対違うよね。旅行より前にドレスを着たのはちょっとね、違うなぁと。スキル公園で初めてドレス姿を見て、スキル公園に感動してほしいから、それはちょっと違うなぁって。
思って、ね、予定通りに行けばその公演ツーショットだったから。でもなんか私的に公演でお別れできるのはすごい、なんかさ最初公演ツーショットだったから、まあ、それそれドレス着たりできるからすごい楽しかったそうだなって思ってたけどさ、公演でバイバイしたいじゃないですか、ね、そうだからそれは嬉しいかもしれない。そう最後やっぱ公演で終わりたかったから、本当はね、そうあれツーショットって分かった時、あツーショットで終わりになっちゃうんだって思ってたから、そこはちょっと嬉しいかな。公演で終わった方がよくない？なんかみんなはツーショットで会って終わりたいってなるかもしれないけど、ツーショット来れなかった人とかはさ、なんか最後の最後に会ってる人がいるのに自分は公演で終わりかみたいな気がします。みんながみんな綺麗に公演で終わりにできるのはいいかなって思って、そうやっぱ公演で終わった方がさ、あアイドル終わりだって見ません、なんかすごいテンション上げちゃったけど、アイドル頑張ったなって思って終われるじゃないですか、だからそっちの方がいいかなって思ってた、それはちょっと嬉しいですね。これまでにショールーム配信の予定は迷ってます、ないかな、ないかもしれない、かんない、でも水曜公演の前にインスタライブとかをやりたいなって思ってますね。みんなインスタライブ嫌い派の人いる、たまにいるよね、インスタライブ嫌いみたいないるよね、そんな人います。ありえないぐらいショールーム派の人たまにいるよね。変なフィルターってどういうこと？フィルターは必須ですよ、絶対に。ノーマルではやりません、フィルターはかけさせていただきます。インスタライブはフィルターないときっと死んじゃうんで、はい、そうね、なんかさ結構女の子が可愛いって思うフィルターとかエフェクトが、男の人はえなんでそんな変なのやってんのって言われるんだよねよく、待って待って、それはさ感性の違いがありすぎてどうもできないんだけど、みんな言うけどさ、いやこれがなんかわかんないけど流行ってるらしいんですよそう、可愛いかは置いといて流行ってるらしいよみたいな、でも女の子からしたら別にそれが可愛いんですよ、知らないけど、ヒントっていう可愛さわかんないけど、まあ流行ってるんですよ。でもね、何それって言われると、いや知らないよ私もって感じ、知らないよ何その変なやつって言われても、私も知らないし、そう作った人に言ってくださいって感じ。
お願いだから私に聞かないでって流行りだよ多分。インスタライブやりたいな。どこかでスペシャルインスタライブやるかもしれない。スペシャルインスタライブやるかもしれない。やんないかもしれないけど。スペシャルなインスタライブをやろうかなって今考えてます。みんなにとってスペシャルかわかんないけどあスペシャルじゃないなんかやろうかなみたいな。そうスペシャルインスタライブ、やってみようかしらって思ったり、今はちょっと予定がありますね。どのタイミングでですか。渋谷のツアーだっけ、それってそれっていつあるんだっけ。開けようか。じゃあ19にやろうか。そうそう19か。じゃあ18とかやるとしたら17かな。渋谷はね出ないよ。だって出店者に入ってないでしょ。出ないよね。出ることないと思う。え、どうしよう出るとか言われたら。え、出ることってあんのかな。普通に考えて、え、ないよね。さすがにないよね。私あったらやばいんだけど。99そも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 旅してる旅してるから、そう普通にめっちゃ予定入れてて、そう 旅立ってるから絶対出れない。ありがとうございます。からみんな期待しないで普通に旅してますか。普通に旅して、あ、ありがとうございます。そうなんだ、実は みんなが、ね、出ないの出ないのってずっと言って、私は絶対出ないよって言い続けた理由これ実はそもそも旅
旅立ってるから、そう、そもそもがね、そうそう、なんかさ NTT をやってる間はさあんまり旅立てなくて、そういつ何が入るか分かんないから、だから今年は7月に卒業するっていうの分かってたからいっぱい旅入れてたんですよ8月に。そうなんですよ、普通に旅立ってる旅立ってますね、余裕で。旅ですよ、旅立とうとしてましたね。どこに旅立つかはないでしょって言ったらみんな来るかもしれない、来ないと思うけど、来ないと思うけど、これちゃうじゃん。だから私さ、日本全国行きたい。一周じゃなくて、普通にどの県も旅行してみたい。いろんな県行ってみたいですね。でもね、結構行ったことあるんだよね。あの普通に握手会とかでもいっぱい行ったから、割とねいろんなとこ行ったことあるんですよね。北海道と沖縄とかはないんだよね。結構ね、どこでもどこでも合うさだけどね、割と行ったことあると思うな。全部の県制覇したいですね。北海道行きたいんだよ、私今すごい。沖縄はなんか食が合わなそうでちょっと怖いけど行ってみたい。福岡とかは仕事で行ったことあるけどね、なんだっけ、あの観光とかはそこまでしてないかな。ちょっとで歩いたけど、そんなめっちゃ遊んだって言ったけど、行ったけどって感じ、ね、いろんなとこ行ってみたいとかいうのがさ、新潟でもさ、なんか上越とか多分あんま行ったことあるけど、そこまで行ったことなくて、あ、別府温泉って言うよね。別府温泉って言うね、有名じゃない。大分行ったことないな。どこ行ったことあるんだろう、もう全然行ったことないんだろうな。福岡、大阪、奈良、京都、東京、岩手って行ったことあるかな。岩手、山形も行ったことあるな。埼玉もあるし、あ、群馬もあるね。どこ行ったことあるかな。富山もある、あ、石川もある。石川もあります。そう、どこ行ったの、全然覚えてない、行ったところとか。あ、神奈川もありますね。
愛知もあるね。愛知もあるし、どこ行ったんだろうと。全然自分がどこ行ったか覚えてない。静岡行ったことあるかな。ないかもしれない。どうだろう。あ、宮城行ったことあるわ。宮城ありますね。何したか覚えてないけど何したか覚えてない。全然でも行った気がする。あ、福島あるよ。割とね、旅行好きだから。なんとか言ってますね。西関区って新潟の？西関区っておしゃれなカフェ多いよね。新潟のかな。新潟の西の方ってなんかおしゃれなカフェはイメージ、インスタとかでカフェ見てると全部なんか西区の方なんですよね。西区おしゃれなカフェ多いんだと思って。なんだろうね、全部西区なんですよ。あ、なんかね、東京駅でずんだシェイク飲んだことあります、ね、美味しかった。最近飲んでないけど。西区本当おしゃれなとことか言って、あんま行ったことないんだけど、そう見てると、あ、ここかわいい、行ってみたいなって思うと全部西区なんですよ。うん、なんでそんな全部西なの？バンダイとかにないの？って思って。でも全然電車とかで行けちゃうんだけど。もう半なるかな。時計がずれててさ、何分か分かんないんだよね。新潟に来たら劇場以外のおすすめの場所、どこだろう。割となんかね、新潟駅とかバンダイとかってあんまないんだよね。マリンピアだから結構さ、そうバスとか乗らないとあんまないんだよね。バンダイとか行っても普通にショッピングモールだし、まあ、新潟駅は結構新潟らしいお土産は売ってたりするけど、楽しむって言ったら楽しむ場所でもないしなって感じなんですよね。難しいよね。劇場でさ、バンダイとか来るけど、バンダイって言うてショッピングモールだからな。そう、東京の人からしたら普通にいつものショッピングモールみたいな感じだから。
18分もうやめようかな。そうだね、お前がそうそうね、ちょっと毎日配信途切れちゃったんだよね、本当に悲しいことに。今日からまた毎日アイドル頑張って毎日アイドルじゃないんだけど頑張っていきたいと思います。できる限り頑張ります。ということで感じを見ます。13位天使のあけまえさん、12位かえでさん、11位焼肉大好きさん、10位たけどうさん、9位たむひろさん、8位ゆうとさん、7位しょうたろうさん、6位世界のマッスルさん、5位 SK さん、4位ルルさん、3位記念9組33番マッチョさん、2位ラーマーさん、1位チョルさん、ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。